の方の命が狙われている。お頼みします、あの方を助けて。そなたにしかできない。大丈夫です、そなたなら。スイ、聞こえるか？私も忍びです。このくらいの距離なら、囁き声でも聞こえますよ。足はダメでも、耳は大丈夫ですからね。足のことは言うなよ。その分だと異常はないな。シュウも、変わりはないか？ない。相変わらず無口なやつだな。親方様はこの泉に来られるといつも警護を遠ざけてしまわれる。俺たち軒猿ですら林に入れない。親方様にとって特別な場所なんだって言うけど、不用心だよな。何事もなけりゃいいんだが。こないだ軍議の最中に誰かに見られてるような気配がしたのも、なんか気になる。嫌な感じだ。誰だ？お初にお目にかかる。私は千両と申す。上杉正虎、その首もらった。何？こいつ、いつの間に警護の網をすり抜けた。待て、お前の相手は俺だ。親方様。おっと、綺麗なお兄さん、ご主君のとこには行かせなくてよ。ここで死んでもらうわ。敵衆。そのようだな、越後の軒猿。お手並み拝見。荒川伊豆の神の影武者、もうバレたということか。意外と早かったな。いいや、そのようなこと信玄ですらまだ知らぬさ。何？貴様らどこの忍びだ？武田でなければ北条か。風魔やスッパと一緒にするな。だが死ぬ奴には関係ない。くらえ！目つぶしか。親方様！行かせぬ。って、この怪力野郎め！マサトラ覚悟！
何者だ、一体どこから。利き腕を。貴様さえ現れなければ。覚えていろ小娘。親方様、ご無事ですか。おい、そこの怪しいやつ、親方様から離れろ。あの方を助けて。そなたにしかできない。大丈夫です、そなたなら。暁、乱暴をするな。その娘、命の恩人やも知れぬ。しかし、落ち着いてください、暁。親方様、お怪我は。大事ない。それよりも、あの娘を。いい加減立ち上がれ。お前、何者だ。時代劇。相手にするな、シュウ。ここが春日山城の麓だと知らずに入ったわけじゃないだろう。何が目的で入った。おい、どうした。なぜ俺の名を。もう一度言う。答えろ。お前何者だ。暁、抑えて。害ある者には見えません。どうだか。って、おい、何やって。おい、何やってる。見たことない材質だな。武器か。それにしては。
てえな、暴れんな。離せ。落ち着け暁、乱暴はするなと言ったはずだぞ。聞けんのか。あ、申し訳ございません。娘さんも落ち着いてください。これを飲むといい。水です。落ち着きますよ。あっさり飲みやがったか。警戒心はないな。やはり患者などではなさそうですね。娘さん、大丈夫ですか？では娘さん、あなたがいるこの場所、ここがどのような場所かわかりますか？剣心様の泉とは、確かに泉はありますが、適当なこと言ってごまかそうとしてんじゃねえだろうな。なるほど。マサトラ様。そこの娘。そなたが現れたために奴に隙ができた。どうやら命を救われたな。礼を言うぞ。見たところ15、6歳か。威風の手、天のような髪、見たこともない装束、何より驚くべき裾の短さだな。